皆さんこんにちは、プロスキーヤーの吉田正弘です。今回のスノースノースノーはここ旭川空港からスタートしていきたいと思います。なぜですね、僕が旭川空港に来てるのかと言いますと、今ですね、知る人ぞ知るスキーが大好きな方々のルーティーンがあるという情報を聞きつけてやってきたわけなんですが、実はですね、東京羽田空港から朝一の便に乗ってくると、北海道で最高峰の山である朝日岳のロープウェイ山頂駅にたどり着けるということなんですね。まあ、なかなか想像しにくい部分だと思うんですけれども、実際にですね、スキーが大好きな方々は、そういうルーティンでね、北海道にお越しいただいている方も少しずつ増えてきているということで、今回は実際にそのルーティンを僕も体験していきたいなと思っております。そしてなんとですね、今回は素敵なゲストの方もお招きしております。長野オリンピック男子モーグル日本代表、坂本武尊さんです。おはようございます。坂本武尊です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。武さんはですね、昨シーズンもスノースノースノーを登場していただきまして、僕のですね、開けてはいけない扉を開けてしまったというフレーズで、視聴者の皆さんにも吉田プロパウダーハマったんじゃないですかってたくさんお声いただいたんですけれども、今回は朝日岳滑りに行くということで、贅沢にですね、武さんと一緒にご一緒させていただきたいなと思うんですが、今回の企画いかがですか？いや、最高ですね、これ。最高ですよね。でもこんな晴れて、もう雪質もね、こんなサラサラの雪で。はい、今日よく良さそうですね。もうめっちゃ良さそうです。で、時間軸的には、羽田空港7時10分の便、エアドゥから乗ると、8時45分にここ旭川空港に到着するということなんで、今回はですね、その時間軸の中で実際に何時に上にこうつけるのかということを、一緒にこう検証していければと思っておりますので、今日一日どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ早速移動していきましょう。はい、行ってきます。行ってきます。どうですか今のところ天気いいですけど、いや期待していこう。山の上はね、雲引っかかってるかもしれないけど、でもこんな晴れると思わなかったね。どうですか、あまり朝日岳行かないですか？行かないです、行かないです。今まで本当2回ぐらい行ったんですけど、結構吹雪で全然なんかトッチ感とかチリ感がないですね。楽しみです。スタジオ着きましたね。あ、着いたね。着きました。ここまでで、ゆっくりこう準備してちょうどこう出発してから旭川空港出てから1時間ちょうどぐらいということで、なんとなくお昼までに行けそうですね。そうだね、はい、ちょっと中入って、チケット買ったらロープウェイ乗車していきたいと思います。行きますか？はい、はい、行きましょう。着きましたよ。ありがとうございました。
ありがとうございます。最高だね。すごいっすねこれ。はい、ということで山頂に到着しました。来ました。本当に来れるんですね、お昼までに。ね、午前中着いちゃうね。うん、本当にこう余裕持って11時にこう到着なんで、うん、羽田から、ね、午前中のうちに北海道最高峰の山登ることができる説はもう検証成立ということで、ね、はい、本当でした。そしてこの景色どうですか。いいね、なかなか見れないよ。僕は朝日岳初心者なんですけれども、今日はラッキーですか。ラッキー、だいたい汽車出たら真っ白だからです。いや、そういうイメージですよね。いや、なんか見とれちゃいます ね。すごい北海道、広大な。雪質もどうですか。いや、いいと思いますよ。これ、あの下ちょっと硬く感じるけど、ちょっと厚い層があるだけで中柔らかいから、いいですね、軽い。すごい。いやー、ぜひね、これ皆さんこのルーティンで朝日岳って楽しんでもらえると嬉しいなと思うんですけど、じゃあ滑りに行きましょうか。はい、早速滑っていきたいと思います。行ってきます。お疲れ様でした。どうでしたか。いや、夕方まで滑ったね。滑れましたね。結構滑りました。いつもあの北海道のいい雪質とか、うん、いいスキー場とか YouTube でご覧いただくんですけど、北海道いいなって、僕たちに関係ないなって思ってる方結構多いんですけど結構来れますよっていう。しかもかなり現実的なスケジュール感で、うんね、来れるんで。日帰り行けるね。はい、なんでぜひ。あ、そうですよね、日帰りも行けますよね、うん、最終便乗れば、うん、なんでぜひあの皆さんもですね、北海道スキー決して諦めずにぜひ来ていただければと思います。はい、武さん今日はありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。滑ったよ、最高。